この動画は平日の晩ご飯の料理記録です。今週のテーマは免疫力アップおかず。栗原はるみさんのレシピで作っていきます。いよいよ本格的な寒さを迎える季節、旬の食材を使って美味しく免疫力をアップ。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日はブリの竜田揚げ。寒い冬の海で獲れるブリは脂が乗っていて旨味たっぷり。今日はサクサクっと揚げた竜田揚げを作っていきます。ブリは皮を引く。皮を下にして尻尾側から皮と身の間に包丁を入れて、皮を引っ張りながら包丁を滑らせて皮をそぐ。皮を優しく引っ張りながら2センチの厚さに大きめの一口大に切る。醤油、生姜汁、塩で下味をつけて5分くらい置く。その間に醤油だれを作っていく。小さめの耐熱ボウルに醤油、みりん、削りがつおを合わせ、ラップをしないで電子レンジで約3分加熱する。粗熱が取れたらざるでこす。削りがつおは軽く絞る。パパッと簡単に醤油だれの出来上がり。下味をつけておいたぶりは汁気が出ていたらざるにあげて切っておく。揚げ油を170度に熱しておく。我が家では揚げ物の後処理が大変なので最低限の油で揚げる。鍋底から2センチくらいあれば十分きれいに揚げることができる。菜箸を入れた時に全体から細かい泡が出るくらいになれば OK。 ブリに片栗粉をまぶして揚げていく。カラッと揚げるコツは一度にたくさん入れすぎないこと。食材を一気に入れると温度が下がり油を吸いすぎてべちゃっとなってしまう。揚げ始めの1分間は触らず我慢。衣が固まっていない時に触ると崩れてしまうので、きれいに揚げることができない。美味しそうなきつね色になってきた。少し空気に触れさせて、二度揚げ風に。外はサクッと、中はジューシーに仕上がる。網をセットしたバットにあげて油を切れば、ブリの竜田揚げの出来上がり。揚げたてを器に盛っていただきます。衣はサクサク、身はしっとり、油が乗っているのにあっさりしていて美味しい。この醤油だれとからしが美味しさを何倍にも引き上げてくれてる気がする。ごちそうさまでした。火曜日は餅、明太子入り山芋グラタン。今日はお正月に余ったお餅を消費すべく、明太子と長芋を使ってもちもちとろとろ食感が楽しめるグラタンを作っていきます。
オーブンは200度に予熱しておく。お餅は1個を8等分に切る。長芋は洗って皮をむき、すりおろしてボウルに入れる。長芋にはムチンが豊富に含まれている。胃や口、鼻などの粘膜を健康に保ってウイルスの侵入を防いでくれるから免疫力アップ食材といえる。タンパク質の消化吸収も助けてくれるので疲れた体にもおすすめ。長芋に生クリームを加えて滑らかになるまでよく混ぜる。塩コショウをしてお餅を加える。容器にこのクリームソースを半量広げ、明太子をちぎってのせる。残りのソースをかけて、表面にピザ用チーズをたっぷりのせる。200度のオーブンで15分から20分焼いていく。こんがり焼けたら、餅、明太子入り山芋グラタンの出来上がり。ふわふわとろとろ、いただきます。お餅と長芋の粘りがクリームソースとチーズに絡んで美味しい。明太子とも相性抜群。お酒もグビグビ進んじゃう、そんな美味しさでした。水曜日は銀だらの香りに。今日は油が乗った美味しい銀だらを香味野菜たっぷりの煮汁で煮る銀だらの香り煮を作っていきます。香味野菜はニンニクと生姜、長ネギを使って。長ネギはみじん切りにする。包丁を斜め45度に入れて半分の厚さまで切り込みを入れる。長ネギをぐるっと回して裏面も同じように切り込みを入れる。あとは端から切ってあげれば簡単にみじん切りになる。ニンニク、生姜は細かいみじん切りにする。銀だらは表面についた水分をキッチンペーパーで拭き取る。このドリップを拭き取ることで魚臭さを抑えてくれる。
鍋に調味料を合わせて煮立て、にんにく、生姜、長ネギを入れる。再び煮立ったら、銀だらを重ならないように加える。煮立ったら弱火にして、煮汁をかけながら落とし蓋をして8分から10分煮る。途中で様子を見てあげると安心。タレをかけながら裏返しにしておこう。触りすぎると身が崩れてしまうから気をつけよう。美味しそうな香りが部屋中に広がってる。銀だらを器にのせて、熱々の煮汁をかけたら、銀だらの香り煮の出来上がり。煮るだけでパパッと作れて簡単。いただきます。銀だらはふっくらしていて美味しい。そしてこの香味野菜のタレがまた絶品。少しピリ辛でご飯が進む。お手軽なのに手の込んだ味になっていて、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。木曜日は大きな豆腐ハンバーグ。今日は鶏ひき肉と豆腐を使ってヘルシーなハンバーグを作っていきます。鶏ひき肉は油が少ないのでパサパサして硬くなりがち。この豆腐を入れてあげればしっとり柔らか食感に。カロリーも抑えられるからヘルシーなハンバーグになる。豆腐はペーパータオルで包んでラップをし、電子レンジ600ワットで約2分から3分加熱する。加熱したら水気を出して粗熱を取っておく。玉ねぎは7から8ミリ角に切る。ボウルにひき肉を入れ、粗熱を取った豆腐を崩しながら加える。塩、胡椒、卵白を加えてよく混ぜる。卵白を入れることで、低価格な鶏ひき肉でもジューシーな仕上がりになる。残った卵黄は甘辛ダレに混ぜていただくので取っておこう。薄力粉、玉ねぎを入れて混ぜる。手にサラダ油を少々つけて、生地を一つまとめて丸く形を整える。
オーブン対応のフライパンにサラダ油を熱する。肉ダネは形を整えながら焼き付ける。両面に焼き色がついたら230度のオーブンに入れて約15分から20分焼く。表面を焼いてからオーブンで焼き上げることで大きなハンバーグもふんわりと中まで上手に火が通る。その間に甘辛ダレを作る。小鍋に調味料を合わせて火にかける。煮立ったら弱火にして約4分から5分ほんのりととろみがつくまで煮詰めるだけ。中まで火が通ったら大きな豆腐ハンバーグの出来上がり。オーブンから取り出してフライパンのまま食卓へ。熱々出来たて、美味しそうです。大きなハンバーグは切り分けていただきます。まずは卵黄と甘辛ダレを合わせた黄身醤油をつけて、さっぱりとした味に濃厚なタレが絡まって絶品です。大根おろしとポン酢をかけて、うん、これも美味しい。ふわふわとしていてとってもジューシー。また作りたいと思います。金曜日はイカと里芋の煮物。今日はイカの旨味と里芋のホクホク感が楽しめる煮物を作っていきます。まずは里芋の下ごしらえから。里芋の皮むきは手間がかかって大変なイメージがあるけれど、実はとっても簡単。里芋は水で洗ってから鍋に入れる。十分かぶるまでの水を入れて火にかける。里芋が柔らかくなるまで12分から15分下茹でをする。その間にイカの下ごしらえをする。今日はイカを丸ごと使っていく。まずワタを除く。左手で胴をつまんで内側に右手の指を入れる。指先で外すように引き剥がし、ゆっくりワタを引き抜く。軟骨も引き抜いておこう。胴の中に内臓が少し残っているので流水で手早く洗う。エンペラは胴とつながっている部分に指を入れゆっくり剥がす。目の下を切って綿と足を分ける。足の中にくちばしがあるので押し出して取り除く。イカゲソは指でしごくように小さな吸盤を除いて流水で洗う。胴部分を2から3センチ幅の輪切りにする。ゲソの足を揃えて食べやすい大きさに切る。これでイカの下ごしらえ完了です。里芋が茹で上がったのでザルにあげて流水で洗う。熱いうちに皮を剥けばスルッと簡単に剥くことができる。鍋に分量の煮物ダレと里芋を入れて火にかける。
煮立ったら落とし蓋をして弱火で約10分煮る。蓋を取り、イカを入れて弱めの中火で約5分煮る。美味しさのポイントは、里芋はゆっくり煮て、イカは固くなるのでさっと煮ること。イカは高タンパク質低脂肪、必須アミノ酸のバランスがいいので良質なタンパク質だと言える。里芋のぬめり成分であるガラクタンやムチンは消化吸収を助け、免疫力アップに貢献してくれる。香りと彩りのアクセントに柚子の皮を大きく削って、器に盛り、柚子の皮を添えれば、イカと里芋の煮物の出来上がり。まずはイカから。柔らかくて美味しい。里芋はホックホク。イカの旨味がたっぷりで、体に染みる美味しさ。今週も体に嬉しい免疫アップご飯で元気に過ごすことができました。来週は冬野菜たっぷりのヘルシーおかずで腸内環境を整えていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。コメントもぜひお待ちしております。皆様の食卓に笑顔があふれますように。